大人の遊びをしようじゃないか。 逆イールド観察隊,隊長イツキですす本日もよろししくお願いいたします最近ちょっと思うんですけれどね、これ大人の遊びをしようじゃないかということでね、まあ余裕ぶっこいて楽しんでいきましょうというふうにやっているんですけれど、余裕ぶっこけていない人たちがね、多いのかなと、必死になりすぎてる人たちがいるのかなと思います。株は買ってポジション取ったら、あとは生還、下がれば買い増しするだけですと、そして上昇にね、移っていったら次は利確を考えて 考えるだけとということで、えー、そんなにねはいコン詰めなくてもねいいんじゃないのかなというふうに思ってます来たかテスラ2バイブル下落のバンドウォークということでねさあ、えー、テスラレバの方がねバンドウォーク、えー、こちらの開始地点に立ちましたさあしっかりとね、えー、下落していくのかそれともここで反発するのか運命の分かれ道 現物のアメリカの株式の取引は大人のたしなみです。作戦会議、スタートです。ぼぼ僕らは逆イールド観察隊。まあ、四十年ぶりのね。逆イールドから。アメリカ史上最強のね。長さの逆イールドに日々進化しております。まあ、この逆イールドの期間が長ければ長いほどね。 リセッション、そしてその後の株価の暴落につながっていくというふうになっております。さあ、今、アメリカの経済めちゃめちゃ強いぞという指数の方が出てきてるんですけれど、本当に暴落するんでしょうかと。まあ、逆イールドが収まるのはね、おそらく今年の後半から来年ということになってくると思いますので、まあ、まだ時間があるということでしょうかね。 ただ、暴落がね、来なかったら来なかったで一安心ですけれど、暴落来てから慌ててもしょうがないと、えー、いうことに、ねえー、なりますので、転ばぬ先の杖、メンバーシップの方を立ち上げまして、メンバーシップ会員さんとともに活動中になっております。気になられた方はね、メンバーシップご登録お待ちしております。 別チャンネルで40歳から60歳世代が失敗しない NISA 投資、クレカとパタエ、食とホテルというね、チャンネルの方を運営しておりまして、平日 NISA、そしてね、アメリカの株式投資というお話の方をさせていただいております。このチャンネルとはね、テイストを変えて、 動画の方ね、発信しておりますので、まあこちらの方もね、チェックしていただければと思います。ただ、かぶる部分もありますよ、ということで。今日ね、17時公開予定、ソクルボラリズキングを使いこなせというね、動画の方、こちらですね、出しますので、まあ17時以降ね、チェックしていただければと思います。そのソクルです。 はい、プレーマーケットの段階からぐんぐん落ちまして、マーケットが開いても落ちたんですけれど、まあ、その後反発ということになってるんですけれども、これは冷やしの方のチャート見ないと分からないですよねということで、まあ、強烈に下ヒゲはつけております。ですから、安くなったら買われると。 え、いうところなんですけれども、出来高が若干細っている。そして、なかなかと、上値が重たいという、ね、展開が続いておりますので、まあ、ここでレンジに入っていくという見方がね、妥当なのかなと。ね、ここからね、バンドウォークを起こして、下に下げていくという、まあ、調整段階ではね、まだないのかなというふうに思ってます。ただ単にレンジの中をうよいよう、うよよしてるだけと。ただね、ソクルの場合は、 高いところでのレンジに入ってますので、まだまだね、手を出せないと。まあエントリーポイントはね、まだまだね、えー、我慢というところに、ね、なってきます。まあなんと言いましても52週の最高値40%下落で34.19ですから、最低でもね、このあたりまで。まあできれば50%下落、60%下落、えー、来るね、えー、来て、 えー、そこからね、インしていくというのがね、まあいいんじゃないのかなと思います。今は高値圏内にいてるということになります。ポイントはね、SOXL の最高値74.21ですね、えー。こちらをいつ超えていくのかと、えー。今年の年末に超えているのかどうか。ここがね、えー、すごく私は楽しみにしてます。はい、テスラ2倍ブル。 下落のバンドウォーク来たら買いですね。ということで、まあもう冷やしの方のチャート見ていただくとわかります通り、ボリンジャーマンのマイナス2シグマを抜けました。 ということでえ、ここ数日間見て、えそして、まあ、えバンドウォークしていくようであれば、バンドウォーク終わるまで購入するのは待つ。バンドウォークが終わらずに、ここで弾き返されるようでしたら、あ7ドルから8ドルのレンジなんだねと、できれば7ドル前半で購入したいねという話になってきます。え私の方は6.33で待ち受けしていたんですけれど、プレマーケットの段階で7ドル切ったんですけれど、え結果場中、場が開いて、 からは、ね、7ドル切らなかったと、7ドルジャストで止まってるということに、ね、なります。まあ、ここはね、ぼつぼつ拾っていこうかなというふうに、ね、思っております。バンドオークが起こって、そしてそのバンドオークが終わって、ね、レンジに入ったときっていうのは、まあ、ちょっとだけがっつり買おうかなとは思ってますけれど。 さあ、このあたりどこまで行くでしょうということでね、一応私は今週、まあ、6.33で指しておいて、エントリーポイント出しますからね、エントリーポイントになぞらえてということで、6.33で待ち受けしておいてと、さあ、あとどうなっていくのかと、もちろんね、ここから反発するようであれば、7ドル台のうちに拾っていきたいですね。保有しておりますテスラ2バイブル、235株はマイナス59.26、85株はマイナス50.26。50. 172株はね、えー、マイナス50.41と、軒並み50%マイナスに来たと、まあ、普通の人はこの辺りでね、へこんで。 もうあかんとかって言うてね、エローバー売りかけるんでしょうけれど、ここからが勝負ですよ。しっかりと安くなってるテスラ2倍ブルをね、しっかりと拾い集めていくと。さあ、テスラ2倍ブル、バンドウォーク来るなら来い大チャンスだーというね、えー、ことになってきますんで、まあ、高い株買ってもしゃあないんでね、安くなってる時にしっかり仕込むんだと。TMF、君も。 テスラ2倍ブルト一緒なのかいというね、えー、ことで、昨日一瞬ね、50ドル切ったんですよ。場中に。すかさずなり行きで買っちゃいましたよ。というね、えー、ことで、まあさすがに50ドル切ったら買いでしょう。ということになります。冷やしの方のチャートをね、えー、見ましても、ボリンジャーバンドマイナス2シグマにタッチしてるかしていないのか、微妙なところという、えー、ことになりますので、こちらもね、バンド多くを起こしていくようであれば、拾っていきたいなと。 逆にここで弾き返されるようであれば、まあ結果ね、50から60のレンジですよね、ということになります。さあ、どうなることやら、今週、楽しみがね、いっぱいあっていいなと。さあ、DPST ですね。こちらの方はもう完全にレンジの中をまだうようよしてるだけということになりますので、まだこっちはね、発射台にはたどり着いておりませんと。 QLD はね、えー、高値のところでレンジに入ってると、下ひげもついてるんでね、あんまりこっから強烈に下げていくというイメージではないんですけれど、まあ何が起こるかわからないのが相場の世界ということになってます。ただね、今まだ下げたとしても高値圏内にいてますからね、まあまだまだね、手は出せないというところですよね。 そして、アイフリー、レバレッジ、ナースダック100、大ワレバナス。4月2日のね、基準価格は3万7578円。今年の3月4日につけました。3万8016円までね、わずかに届かないというところでね、なかなかね、ここでえもみもみしているということですね。設定来最高値、ね、4 3151円になるのは今年中になるのかどうか。 さあ、10年祭見ましょうということでね、ちょっと10年祭一気に吹き上げましたよね、ということになりますんで、まあこれがね、株価を下げている要因と言われておりますけれども、まあこれはね、ちょっと後で、あの、 FRB のね、リマりリ、今年ね、何回値下げがあるのかというところでね、まあ、詳しく話していきたいなと思いますけれど、まあね、人の思惑っていうのはね、あまりにもね、あんまちゃんすぎるということですね、えー。2年歳、10年歳、こちらの方の逆イールド減少は0.34と、わ、ま、ず、あ、かにその差を縮めていますけれど、まあ、私が観測し始めてからでもね、0.2%台っていうのはあったんで、まあ、まだまだそこから考えるとね、お高いなということになってきます。 ファングプラスですね。こちらも高値圏内で安定していると。まあ QLD よりも安定したチャートに見えるのはさすがファングプラスと。まあ下髭もたっぷりついてるしねと。まあ結果上昇しっぱなしっていうのはないんでね。多少の調整が入ってそれを跳ねのけた後にさらに最高値を更新していく。まあそういうイメージでいいのかなとは思いますけれど、ポイントはね。 上げっぱなし、下げっぱなしっていうことはね、基本的にないんで、まあ、じわじわレンジ。このレンジがね、1ヶ月、2ヶ月、どれぐらい続いていくのかというところが、まあ、楽しみかなと。 ま、この間ね、ファングプラスホルダーの初心者の方っていうのは、じり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 ね、今日下げた、今日上げたとかって言ってね、まあ、一気一遊してるのかなと思います。インデックスの方ですね、こちらは5万1879円ということで、今年の3月25日につけました5万2015円にわずかに届かずと。 ということは、ここから30%下落が来ますと、36,410円。まあ50、50%下落でしたら、26,000円台ということになりますので、まあ、今年の1月4日、年始一括投資された方、41,046円。まあ、まだね、セーフティーゾーンに入っていかないということになります。まあ、今年いっぱいかけてセーフティーゾーンにたどり着くのか、要は30%下落とかね、50%下落が来ても、今年の1月4日に買ってた人の方が、基準価格安いよね、と。 いいいうう状態にに、ねえー、なっっていればセーーフティーゾーンに入ったということこでさあ2024年はねラブ1発しか売っておりませんので、えー、プラス243ドル4セントと今テスラ1.5倍ルの方をちょび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 と買い集めていますのでこれがテスラがね反転上昇していただいてぐんぐんと利益を乗せていただいたら 今年は実現損益プラスがね、さらに積み重なっていくでしょうけれど、メンバーシップの方でね、下落が来た時用の対策で購入してる商品の方に大多数を出しております。で、まあ、早かったら今年売れるのかなと思ってたんですけれど、どうやら逆イールドがね、今年の後半もしくは来年以降にしか解消しないということになりましたので、そちらの方は先送りと。まあ、そうなってくると、今年の実現損益プラスを叩き出すためには、テスラに頑張ってもらうしかない。 ないと えそして10年債の、ねえー、ところで言いかけた話なんですけれど、結果は三つどもえの戦いになっているわけですよね。まずは FRB が利下げをするのかしないのかの思惑が1つ、えー、マーケット関係者の人が6月、利下げがあると思っているのが66.8%ということでね、ね、えー、まだ6月に利下げがあると思っている人がいていると、この、ね、マーケット関係者の思惑、そしてね、機、え、関、ー、投資家の思惑というふうに、ね、なっていくんじゃないのかなと思います。 私は6月に利下げなんてないというふうに思っておりますので、ここがね、ギャップなんですよね。結果、今回の10年祭の利回りの急騰というのも、ああ、やっぱりアメリカの経済強い、今、利下げなんてしてしまったら、インフレがぶり返し,してしまうと、えー、ですから、まあ今年の利下げ観測っていうのが、やはりね、3回、2回、1回というふうに、まあ、思ってま た人たちが多くいて、いそしてあかんということで、ね、利下げが来ない、債券売れ、債券売ったから株式も売れという、ねえー、状態に繋がっていってると。まだ、この、ねえー、表の方を見ますと、年、ね、4回から5回、利下げがあると思っている人たちが複数、ね、たくさんいてるというね、これが収まってこないことには。 話にならないということになりますので、まあ6月の12日に66.8%、7月の31日に54.8%、利下げがあるとね、思ってる方がいておりますけれども、まあちょっとね、7月以降じゃないと無理じゃないかなと。私は早ければ7月、まあ遅かったらね、今年1回も利下げがないなんていうこともあるんじゃないかということをね、念頭において投資の方をしてるんで、このね、ギャップがあって、 この相場が崩れるっていうのがね、不思議でしょうがないと。ただ崩れていくのが相場なんだなというふうに思っております。絶対に負けない取引。株価が下がれば含み益下がるのは当たり前。株式は下落と上昇を繰り返していきます。損切りの必要はありません。株価戻るまで余裕ぶっこいて感染。このね、株価戻るまで余裕ぶっこいて感染するためには、しっかりと安くなった時にスポット購入の方をしておいて。 平均取得単価を下げて、そしてあとはね、上昇していくのを待って、プラス5%、10%、20%とね、プラスを積み重ねていってると、もうこうなってくると、おいおいしゃくしゃくということになります。株で勝つためには入金力、これを高めていくしかないということでね、まあ、お財布は複数持っておいた方がいいですよ、と。労働収入からの入金。 そして資産からの入金、それぞれの財布から出していくのは一緒と。ただし資産を切り売りして、今安くなっている株を購入していくことに抵抗のある人が多すぎる。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。